明智光秀の丹波攻めの拠点になったのではないかと思われる。金ナ寺上神尾山城は、金ナ寺の裏山にあった山城で、金輪寺の周辺には、極楽坊跡、竹中坊跡、宝蔵坊跡、東流坊跡など数多い寺坊跡があり、天台密教の霊地で今も石垣がそのまま残っている。神尾山城はその聖地に築城され、 巨石解析を利用した特徴のある大型山城であった。亀岡市街地から西方約16キロメートル、西丹波の丹波笹山市に抜ける山陰道に沿った山に築かれており、標高は359メートル、飛行230メートルの山頂一帯にある。本目城の別名があり、漢字も本売城、本面城とも書いた。明智光秀画像、神尾山城が、 史上に現れるのが八条、上尾山領場の戦いの時で、大令六年の初旬細川院剣が、摂津で築城していた。この時の様子を、天ヶ崎の城と記述されているが、天宮家の本拠は中島で天ヶ崎は含まれていないので、堀城の誤りではないかと指摘されている。この城の作事に、香西も友里も加わっていたが、細川院剣の妊婦と、 香西元森の妊婦が、土一つの子で、口論となり、双方の妊婦が喧嘩を始めた。一旦両者とも引き分けたが、納得できなかった元森の妊婦が、上中に、河原等を投げ込んだりしたので、陰剣は、悪感を増すことになった。陰剣は元森が無学であるのを利用して、偽の無本性をいとこで、主君、細川高国に差し出し、 驚いた高国は、同年7月13日に、元森を暴殺した。怒った、元森の兄弟の秦の元清と、柳本賢治は高国に反旗を翻し、八条、上尾山城領城の戦い、桂川原の戦いに続いていく。その後、柳本賢治は、中島の戦いで暗殺され、高国は大物崩れで、細川春元。 三好元ながらに敗れて自害、陰賢も殺害され一旦上司は不明となるが、天文十五年、細川春元は、三好長兄が擁立した、細川氏綱に敗れ、丹波官の地へ、没落と、明記されているが、これは、氏綱方の上の元春が、足利義春を迎え取ろうと、同年九月十三日に入京し、これに、危機感を覚えた春元が丹波へ逃走しており、 この時の記述ではないかと思われる。その後春元は丹波を出国、摂津に入国し真珠寺城、小清水城へ移動し、シャリ寺の戦いに繋がっていく。その次は、天文22年9月3日の時継狂気で、内藤国貞が本目城で討ち死にという記載が見受けられる。また、総建記によると、天正年間に、 明智光秀が八条城攻めの中継基地として、本命の城を使ったとの記載が見受けられるが、両文献に記載される本命城とは、上尾山城を指すと推定されている。城郭は南北に約350メートル、東西に約70メートルで、丹波では大行に属する。三両線の主軸に根幹をなし、そこから派生した二つの市脈役の両線にクルが配され、 下部のクルワで横につながっている。多門風ヤグラが指摘されている、ドルイと福岡城の多門、ヤグラシュクルワは、東西、約27メートル、南北約60メートルで、そのほぼ中央部に、底部5から6メートル、上部4メートル、高さ2.5から3メートル、長さ7メートルのドルイとトがあり北側、南側のクルワを大きく区切られている。このドルイアトに、 多門風櫓が建設されていた可能性が指摘されている。北側グルアは、シュグルワより北側にあり、高低差が小さい、二つの大きなクルワから成り立っている。この北側グルアやシュグルワには、規則的に並んだ、礎石跡が見られる。これにより、ある程度の規模の屋敷が想定でき、高級的な山城の要素も考えられている。また、北側グルアには、 亀岡市ではここだけにしか存在しない世上空堀があり、形状から明智光秀時代の改修が指摘されている。また、現在は、南側ぐるわから主ぐるわにある、ドルヤとの脇を通過して北側ぐるわへの侵入は可能だが、当時は多門風矢倉が南北を遮断しており、西側にある帯ぐるわを通って北側ぐるわと、南側ぐるわを行き来していたと思われている。 神尾山城の上角部分南側グルわは、主グルわより、南側と南西側の二つ始脈の両線にグルわが配されている。南側のグルわは、高低差があり七段の階段状になっており、その中ほどに、上部3.5メートル、底部2メートル、高さ3メートルの掘り切りが存在している。南西側の尾根沿いにも3.4段程度のグルわがある。ここには、 天狗岩という巨石があり、霊場の景観を呈していることから、南西側のクルワは、金輪寺の寺院敷地を利用したとも考えられている。また、この南側と南西側の中間部分に、水の手ぐるわと丹波地方では珍しいクルワ跡がある。これは四段目ぐるわの最上部に1.5メートルの井戸跡があり、そこから、 有水式の水路が施され、水の張った車になる。その隣の南側車大手筋脇には、石垣と森土があり建物跡が推定され、丹波国では最も優れている水の手車と指摘されている。金輪寺からの登山口。ありがとうございます。